はい、おはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字の無難観音をやっていきたいと思います。今日は6年生の常用漢字の痛いですね、2種類準備しております。1つはこのちょっとこの病だれから少し離して、病だれのこの屋根と間のこの終わりを合わせて、ここを少し小さく書いて、最後のこの縦線を長く書くというパターンと、まあ、こちらが通常スタンダードだと思いますが、病だれをもう少し大きく書いて、できるだけこの中心に合わせて全体を大きく書くというのが、まあ、通常だと思います。好みで使い分けてください。はい、それではこちらから説明をしていきます。電車通ります。まず中心に合わせて病だれのここの一番最初1画目引いてもらいますね。ある程度の長さ、ちょんではなくてスーッと引いてください。で、ここですかね、ふっくら右上がり、半々ではなくてもうプラスアルファ左の方長くしますね。左を長くしてここはみ出るようにデザインしてください。で、ここを押さえてシュッと下まで書かないようにしてくださいね。だからといってあまり短くしすぎないように、それなりの長さで払ってください。で、ここ右肩下がりにグッと押さえて、で、ここのラインより少し左側に一度反対に押さえてピッと跳ねてください。で、続いてここカタカナの間ですけど、ここの病だれから離れないように、できるだけ離れないようにして、ふっくら右上がりですね。で、ここと揃えるですかね。で、ここスペース空けますんで、で、この間もそれなりのサイズで書きます。斜めに押さえて、ここもちょっとふっくらしてますね。で、ここの字をちょっと小さく書くので、ここ多少短くても大丈夫ですですかね。ここ長くする分ここ短くてもかっこよくなりますので、小さめに一度押さえて左の方に、で、ふっくら右上がり、まっすぐ。で、こちらより長くしてくださいね。次に向かって跳ねる。で、ここ幅を揃えて、で、ここ隙間開けるとちょっと大人っぽくなります。で、最後ここ長く書いてください。はい、続いて、まあ、ここは同様ですね。中心一度押さえて、ふっくら右上がり、左はみ出す、左長くしてくださいね。で、一度押さえて、これも同様です。まあ、下まで行かないように払って、右肩下がり、ここより少し左に一度反対側に押さえてピッと跳ねる。で、ここまだれじゃない、病だれから離れないようにして、ふっくら右上がり、ふっくら、それなりのサイズ、ふっくらふっくら、カタカナのものですね。で、この中心からあんまりずらさないように、できるだけ中心に合わせて一度押さえて、前回よりここ大きく書いてくださいね。大きく、で、ここも病だれも少し幅広く書いておりますので、病だれの中にギリギリ収まるぐらいに書いております。こちらはここに間の角があっててちょっとはみ出ますですかね。はい、間を書いて、で、一度押さえてシューッと左の方に、で、ふっくら右上がり、で、まっすぐ、こちらより長い、下まで行きます。で、次に向かって跳ねる。で、幅を揃えて、で、ここ隙間開けて、で、ここまっすぐ、さっきは突き抜けましたけど、ここと同じくらいでいいですかね。ちょっと短くても大丈夫ですけどね。はい、で、こちらの場合はここある程度長めに取ってくださいね。さっきはちょっと短かったですけどね。はい、それでは書いてみます。まず下のバージョンですかね。一度押さえてまっすぐスーッと、で、ここはちょっと大きめに左を長くして大きめに引きます。で、ここ一度押さえてシューッと、右肩下がりグッグッグッと、はい、で、できるだけ離れないように、ふっくら、
馬を書いて、で大きく用いるという字を書きます。一度押さえて左の方にふっくら右上がり、まっすぐ次に向かって跳ねる、で幅を揃えて電車通ります。でまっすぐ、ほとんど中心からずれてないですね、少しだけですね。はい、もう一度押さえてある程度の長さ引きます。広く左側を長くして、ここはみ出してシューッとかっこよく払ってください。ギュッと、で山井だれからあまり離れないように、まあをふっくらと丸々と書きます。で用いるという字を一度押さえて大きめにふっくら右上がり、次に向かって跳ねる、幅を揃えて少し右側開けてまっすぐですね。はい、続いて上のパターンですね、今よりもちょっと、この横幅狭く、でも左側長くしてくださいね。一度押さえてまっすぐ、左側長くで一度押さえてしっかりはみ出してくださいね。で間のここの終わりをこの山井だれの終わりに揃える、ちょっと押さえてさっと、ちょっと小さめにふっくら右上がり、まっすぐシュッシュッ、で最後長くさっとですかね。で押さえてまっすぐ、左側長く、左側はみ出す、シャッチッチャッと馬が離れないようにふっくらと書く、で用いる用という字を小さく、こちらが長く、幅を揃えて、で最後足を長く、こんな感じですね。はい、真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。